も杉田さんがあのアニメを好きだってことを知った瞬間が一番の驚きだったんです。なんで？意外と見てるって分かんなかったの。いや杉田さん何のアニメを見てるかって実は結構カオスで、うん、ほらなんでしたっけ、 CD 買って俺のところに、ね、うつろな目で持ってきたやつ。あーと猫が網八百よろず、猫八百よろずとか見てるの全然知らなくて、 CD まで買ってるからな。いつの間に見てたんだ。俺の目覚ましは未だに何で言ったって言い名付けだぞ。言わなかったっけ、あのエグーとか大阪と、あの急に温泉行きたいぜって言って、その日の目覚ましが、明日の目覚ましがまさか、そうだ俺の目覚ましいつもあれじゃねえか、やべえ。イントロテテってかかったんですよ。歌い出しから始まるんだよ、カイノ君。だからその瞬間パーって止めて、その瞬間のエグーのニヤーって顔で、ニヤーって顔で、なぜかあの酔ったテンションで、あのうちの小野勇気がいきなり堀江さんの歌を歌い始めた、全員が空で歌えたっていう、あの有名な事件があるんだけど、ほんとビデオ回しがよかった。それぐらい若手の男の人たちの中でもやっぱりそういうあの頃見てたアニメっていうのがすごい重要なポジション、まあ、魂がね、うん、あれ見て声優になりたいと思った子やっぱ多いんですよね。あ、うん、早見さんも、はい、あのゲストに来た時に曲何かけますかって言ったらプラチナかけてました。ああ、プラチナ、やっぱり見てて3期目のオープニングの、うん、ラブ100桜の、それぐらいやっぱりみんな言うんだよな。プラチナいい曲でいろんな方がカバーしたりですね、してますし、私もさせていただきました。そう。タニさんバージョンが本当にいいんだ。ヘビーローテーションしてる。まあ俺も CD 持ってっけどよ。うん、なんだろう、坂本真綾ちゃんじゃないですか、オリジナルが。うん、あの、菅野陽子さんと真綾ちゃんのもう神コンビは、どうしたって超えられないから、うん、もう桜で跳ねて歌うしかない、うんうん。跳ねて歌う。そう、弾けて歌ってました。じゃあこの辺が跳ねまくってる。ほんと。桜が歌ってる。桜が歌ってる。ドキドキって。あの、埼玉にいる親友がね、恥ずかしがりながら、当時ね、杉田、あ、どうもどうも、あのさ、あの、キャッチユーキャッチミーは桜バージョンの方がいいな。いいな、俺の目を見ないでガチな会話、ガチな会話、ガチな会話じゃねえかお前って。そう、その親友とよく丹下さんアニメをね、丹下さんの CD 貸してくれたのそいつだもんだって。丹下さんアニメといえば、杉田さんさっき話題に出たあれ。うるせえよ、トラブルチョコレートの話。トラブルチョコレート、トラチョコ、今日曲をかけようかなと思ってて、ね、うちのマフィアが知らないっていうから、こんなアニメだよって言ったらがぜん興味を湧いてて、おー、ワッチャーっていうやつ聞けたー聞けた。はいはい、うん、十分です。そう、十分です。いや、さっき調べて口癖がなんか、うん、十分ですとワッチャって見て、うん、俺ワッチャっての見てこれどうやって言うんだろうって、まさか振る舞いから丹下さんから出ると思わなかった。ありがとうございます。そう、俺すごい汗かいてると今。俺のイメージではあの洋画とかで黒人がワッチャって言ってるのと同じ意味なのワッツアップじゃない、ワッツアップじゃない、ワッツアップじゃないですよ、ワッチャってそういう意味じゃない、なんかあられちゃんのうんちゃみたいな感じですね。ありがとうございます。思いがけず飛び出したわ。私もトラチョコを聴けるとは。いやいや、役者になった頃にやってたアニメなんで。あ、そうですよね。99年とかなんですよ。